お料理番組ワンダフルクッキングの時間です。今日は野草サラダをご馳走いたします。私が食べていた野草のサラダをぜひ再現してほしいとのことでしたが、野草だけのサラダを皆様にお出しするのは大変心苦しく、本当に見た目も味もかなりあれですので、今回は野草以外にもいろいろ取り揃えていただきました。皆様、メモの準備はよろしいですか？今から材料をお伝えしますね。食べられる野草、トウモロコシ、さつまいも、卵、レーズン、パセリ。台本では食べられるが強調されているのはなぜでしょう。大概の野草は食べられるので大丈夫。ね、そういう話ではない。ご飯、お料理を始めますね。まずは深めのお鍋と片手鍋へお水をたくさん入れます。深めのお鍋は火にかけて、このお鍋でトウモロコシを湯がきます。片手鍋はまだ火をつけてはなりません。こちらはゆで卵用です。卵は茹でる前にお尻の方にひびを入れておきましょう。殻が剥きやすくなりますからね。さあ、これで卵の準備は万端です。片手鍋にゆで卵を入れて火をかけましょう。卵のゆで加減は皆様のお好みでどうぞ。今回は最後に輪切りにするので固めにしますね。温泉卵は少し柔らかすぎるかもしれませんね。半熟ぐらいが良いかと思います。さて、お次はさつまいもをさいの目に切っていきます。少し大きめに切ると食べ応えがあるので、私はその方が好きです。満足感はとっても大事なんですよ。腹持ちが違いますので。耐熱容器に濡らしたキッチンペーパーを敷きましょう。その上に切ったさつまいもを並べます。ラップをふんわりとかけて、加熱魔力装置で柔らかくなるまで温めます。この加熱装置は便利ですね。この中に入れてしまえば食材が温まるのですから。森にいた時にこれがあればもっと野草料理のアレンジができたかもしれません。これは私の個人的な趣味なのですが、あえて固めにすると咀嚼回数が増えて満腹中枢が刺激されるのです。同じ量を食べても噛む回数が多いとお腹がいっぱいだと思えますので、もちろん健康にもいいですからね。は、お湯が沸いてきました。トウモロコシを5等分に切ってドボンと入れましょう。あとは茹で上がるのを待つのみです。
いろいろ温めている間に野草の準備をしましょう。と言っても特別なことはできませんが、自分で山に入って山菜を取ってくるときは安全に食べられるものか調べるのですけど、今回は用意してもらったものなのでそこは心配ありません。お腹も壊しません。調べもなしに食べて体調が悪くなってしまいますと大変ですからね。お薬もどれが合うかわかりませんし。ですので知らないものはお口に入れないようにした方が良いですよ。さあ、野草をさっと水洗いしてボウルに盛り付けますよ。盛り付けには特に気を使っていました。質素なご飯でも見た目が少しでも良ければ楽しいと思えませんか。それに一人でのご飯の寂しさも忘れましたし、でもオルとロスと一緒に暮らすようになってからは木の実を花の形に切ったりすると二人が嬉しそうにしてくれました。あんなに喜んでもらえるならいくらでも切ってあげたくなりますね。やっぱり誰かに振る舞う料理を作るのは素敵なことです。そろそろトウモロコシが茹で上がりましたでしょうか。熱いのでお湯から出すときはお気をつけくださいませ。湯気にもお気をつけください。はぁ、トウモロコシの甘い匂い、昔はめったに食べれなくってごちそうでした。このままむしゃむしゃとかじりつきたい気持ちをぐっとこらえて粗熱が取れるまで置いておきましょう。あ、ゆで卵の出来上がった気配がします。こちらも熱いのに気をつけて、流水で卵を冷やしながら殻を剥きます。どうですか、ひびを開けたおかげで取り外しやすいでしょ。ゆで卵は輪切りにします。厚さはお好みで、私は薄い方がたくさん食べられる気がするのでそっちの方が好きなんです。今でも癖でできるだけ薄く切ってしまうのですよね。わ、さつまいもができたようですね。続けてレンジで温めたことでホクホクになりましたので、こちらを取り出します。角切りにしたさつまいもとたくさんのゆで卵を野草に盛り付けていきましょう。その上にレーズンを散らして、よし、あと少しで完成ですよ。トウモロコシの粗熱も取れたようなのでこちらを使ってドレッシング代わりを作ります。5つのうち2つは包丁でそぎ落とし、粒をばらしてサラダに散らします。さて、残りの3つも同様にそぎ落としてミキサーにかけていきましょう。潰したトウモロコシって茹でたものをそのまま食べるよりもっと甘くなって美味しいんですよ。トウモロコシがドロッとしたらサラダにくるりとかけます。その上にパセリを散らせば完成です。野草サラダが
こんなに贅沢になるなんて。早速食べてみますね。はあ、私が食べていた雑草だけのサラダとは比べ物になりません。ドレッシングは使ってないので自然の味がします。皆様もぜひ試してみてください。それではまた次回のワンダフルクッキングでお会いしましょう。